皆様こんにちは。今回はデスクトップ版 Google ドキュメント上で利用できるようになった Google Keep について解説させていただきます。 Google Keep は2017年2月末にデスクトップ版の Google ドキュメント上でも利用できるようになり、 Google Keep のメモを Google ドキュメントに挿入したり、 Google ドキュメント使用中に一部のテキストを Google Keep に保存したりと、シームレスで相互連携ができるようになりました。Google Keep では以前よりメモを Google ドキュメントにコピーできる機能は実装されていたのですが、新たな仕様では Google ドキュメント上で Google Keep も利用できるので、さらに利便性が向上しています。 Google ドキュメント上で Google Keep を利用する方法は、デスクトップ版 Google ドキュメントファイルの上部に表示されるツールから Keep メモ帳をクリックします。すると画面右側に Google Keep のバーが表示されます。この Google Keep バーではメモとして保存されているファイルの一覧が表示されます。 Google Keep のメモを Google ドキュメントにコピーする場合は、対象のメモをドラッグ&ドロップするだけで行うことができます。また逆に Google ドキュメントに記載されているテキストや画像を Google Keep にコピーする場合は、コピーするテキストなどを選択して右クリックをし、表示される Keep メモ帳に保存をクリックするだけです。このほか Google ドキュメント上で Google Keep のメモを削除したりすることもできます。今回の Google ドキュメントと Google Keep のシームレス連携は、双方のサービスを活用されている方はもちろんのこと、普段思いついたメモを Google Keep に保存して、それを元にドキュメントファイルなどを作成している方にはぜひ活用してほしい機能です。以上、デスクトップ版 Google ドキュメントで利用できるようになった Google Keep についての解説でした。